福岡県立や幡南高等学校は、福岡県北九州市八幡西区的場町にある福岡県立高等学校。福岡県第三学区に属する。通称、南。1962年に設立された。大学への進学は4割弱で、大半は公務員になるものが多い。校舎は、最近建て替えられ、設備面では非常に良い。中庭は、 大学のキャンパスかと思うほど綺麗に整備されている。生徒に大学入試や就職試験の時に必要な礼儀、作法を習得させることを目的として、体育終盤というものがあった。体育終盤の主な仕事は、体育の授業の連絡や準備体操の式。出席番号順に一人一週間ずつすることになっているが、 きちんと仕事ができなかった場合、もう一周やり直しさせられるというものであった。2020年より廃止されている。最寄りの鉄道駅最寄りのバス停最寄りの道路2016年度の推薦入試をめぐり、スポーツ推薦入学を希望する男子生徒の父親が、サッカー推薦枠に推薦してもらうように、サッカー部顧問の男性教諭に依頼し、2万、数千円分の飲食接待を受け、 商品券100枚をもらったとして自宅収賄の疑いで男性教諭が福岡県警捜査2課に逮捕されている。この項目はウィキプロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。